おっさモーニン。早朝まで夜更かし、寝ないといけないのに眠くない。生活リズム狂っちまうよーという日、たまにあったりしませんか？猫は元気に走り回り、私を道だと思って踏みつけてきます。リラックスを極めてみようと珍しくホットミルクなんかを作ってみる。時計仕掛けのオレンジといったら牛乳だよね。ちょうど家にあったメルティング雪だるまを使ってチルチルにチルしちゃおうかなって感じです。その前に魔法のアルコールを注いでみる。これだけで何のお酒なのか分かる人いますか？入れすぎたので先にミルクで体を温めてから雪だるまをそっと溶かしていく。沈め！ディズニーのカリブの海賊で井戸にて水攻めにされてるワンシーンを思い出します。雪だるまは死んだような目をしながら、私の手によってあやめられていく。プク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 。ん？ぐったりと倒れるとともに何か出てきた。マシュマロの爆弾だ。チェイサーも用意して。乾杯。ごくりんごくりん。甘ーい。海外のミルクチョコレートの甘さ広がる。チャーリーとチョコレート工事はこんな感じなのかな。ハイボールの冷たいほろ苦さとの相性はいいみたい。熱燗しかりホットの状態で飲む酒って結構ディープですね。眠れない夜だけど、ほろ酔えて少し気持ちがほぐれていく。ちょっぴりお腹が空いてきたので朝ごはん食べるか。セブンで見つけたビーフパイを取り出して海外気取りのモーニング。そしてお決まりのレモンサワーで世界の始まりを感じる。おいしい！肝心のビーフミートパイはタルトのような形状です。ミッドサマーに思いを馳せて作ったミートパイぶりだ。雑誌の袋たちを覗くような気持ちで中を見てみる。肉が今にも溢れ出てきそうな勢いだ。いただきます。おいしい。コンビニのおにぎりとは違って一口食べたらすぐに中身に遭遇できる。酒とミートパイを朝ごはんにする人絶対健康的じゃないよねと思いつつ咀嚼。ちょっとパイ生地が肉に押されてるんですが、キャバブやクレープも同じ被害に遭いやすい。食べ来るまでに疲れ切ってしまったので、最近ブームのイカそうめんを食べて元気だそう。最近どのローソン行ってもイカそうめんが売り切れていて、毎日入荷していないか確認しに行くもので、完全に顔を覚えられてしまったのか、あ、イカそうめん女来たぞみたいな。チュルンと朝の小鳥のさえずりのような音を立てながらさすられていくそうめん。何時の絵面なのかもはやわからん。気持ちがいい朝なのでお菓子作りをしてしまうイカれたテンションです。これね、クッキー生地がすでに入っていて、スプーンですくって焼けば簡単にクッキー作れるんです。早起きというわけでもないけど、朝早くから行動してお菓子作りするって意識高いよね。クッキー生地そのまま食えるらしいんですけど、甘すぎるので多分糖尿病になる。気をつけて、元気に帰ってこいよ。成長して帰ってきた。クッキーが帰ってきたぞ。クッキーモンスターを自分に憑依させて焼きたてのクッキーを食べてみる。おいしい。やっぱり海外クッキーはだいぶ甘いけど、自分で作ったお菓子はおいしく感じますね。これでバレンタインは無敵と言いつつも、お菓子作りなんてしたことがないんだがな。女子とのバレンタイン交換会の時は、親と妹が作ったカップケーキとかを土下座して分け与えてもらい、あたかも自分が作ったかのように渡してた。シャッキも完全に朝になってきたので、すっかりお目覚めのようです。私もそろそろ寝ますか。というか寝るんかよって話ですが、お腹いっぱいで眠くなってきました。2、3時間だけ仮眠してリズム保ったまま、昼から有意義に行動しようと思います。おしまい。